本気フリップさんチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は小猿こと村田が担当させていただきます。よろしくお願いいたします。先週は、オリジナルカラーレンズのマットカラーっていうのをご紹介させていただきました。今週もですね、オリジナルのカラーレンズ、こちらフェスカラーですね、そちらをご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはオリジナルカラーレンズフェスカラーの第1弾ですね。2018年の夏に発売された5色ご紹介させていただきたいと思います。こちらからベイパーウェイブ、こちらグラム、こちらエモで、こちらがメロで、こちらがアンビエント、5色こちらもですね、これも音楽ジャンルの名前から取ってあります。ではそれぞれのカラー見ていきましょう。まずこちらベイパーウェイブですね。上がですね、淡いブルー、下がピンクですね、の2色のグラデーション、ダブルグラデーションのレンズになっております。ではですね、実際まあ、かけてみるとこんな感じで見えます。こんな感じですね、2色ピンクとブルーになっているのが分かっていただけると思います。こちら凶悪というですね、フレームにベイパーウェーブ入れたものを今からかけてみます。こんな感じですね。いかがでしょうか。2色のグラデーションレンズ、非常に綺麗に出ているのが分かっていただけると思います。このですね、凶悪っていうフレームの大きなレンズの幅にもですね、非常によく合ってるサングラスとして使っていただける、そんなレンズになってます。続きましてですね、こちらグラムですね。他で見たことがないぐらい真っ赤なレンズですね。本当に真っ赤っかの濃いカラーレンズとなっております。かけた感じはこんな色になります。いかがでしょうか。もう真っ赤っかのですね、こんな感じの面白いインパクトのあるカラーレンズとなっております。ではこちらですね、モンキーフリップハントパフニールというですね、フレームにグラム入れたものをかけてみたいと思います。こんな感じですね、いかがでしょうか。非常にですね、パンチの効いたハイレンズが特徴的なサングラスになりますね。これですね、中から見た感じも強烈ですけど、外からですね、見ていただいてもですね、非常に目立つおすすめのカラーレンズとなっております。続きましてこちらエモですね。かなり鮮やかなターコイズブルー、非常に綺麗なレンズとなっております。実際かけてみるとこんな感じですね。非常に青くてですね、夏にもぴったり、そんなカラーとなっております。ではこちらゴブリンのですね、カラー2番、そちらにエモを入れたサングラスですね、一応かけてみます。こんな感じですね、いかがでしょうか。結構かけてみるとですね、しっかりと色が入ってですね、非常にかっこいいレンズですね。このクラシックな感じのクラウンパンとゴブリンにも相性ぴったりですね。こちらですね、お次はアンビエントというカラーですね。非常に綺麗なオレンジ色、これも非常に可愛いカラーレンズとなっております。アンビエントですね、かけていただくとこんな感じです。このですね、鮮やかなオレンジ、非常に見やすい性的なレンズとなっております。こちらモンキーフリップスクリーチのですね、ストロボっていうフレームなんですけれども、このテンプルがですね、非常にオレンジ、フロントがクリアっていうですね、そこにアンビエント入れてあります。かけてみるとこんな感じですね。非常に夏っぽくてですね、かなりおしゃれな一本となっております。このクリアとですね、このオレンジとの相性もバッチリですね、可愛らしいです。こちらですね、最後にご紹介するのはメロー、非常に綺麗なビビッドなライムカラーとなっております。こんな感じですね。メローですね、かけてみるとこんな色味ですね。結構この黄緑の感じ珍しいんじゃないでしょうか。非常に鮮やかで綺麗なグリーンのレンズとなっております。こちらですね、新作のロデムですね、ロデムにメローが入った1本となっております。一応かけてみます。こんな感じですね。このグリーンの感じがですね、ブラウンのフレームと相性バッチリですね。非常にレンズのサイズ感もあって、サングラスとしてかっこいい1本になっていると思います。
いかがでしたでしょうか。本日ご紹介させていただいたフェスカラーですね、こちらどのカラーもですね土入りで作成することが可能です。なんでですね、土入りのサングラス作りたいという方もですね、ぜひぜひこのモンキーフリップにしかない特別なカラーでですね作ってみてはいかがでしょうか。こちらはですね、通常のレンズ料金プラス5000円となっております。ドナシの作成であればそのまま5000円で作成することもできますので、よかったらこちらも作ってみてください。本日ご紹介させていただいたのはモンキーフリップオリジナルカラーフェスカラーの第1弾5色ですね、紹介させていただきました。こちらこれからの季節にもぴったりなので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとよろしければチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。では本日もご視聴いただきありがとうございました。ショウザルこと村田がお届けいたしました。